憲法改正を問う国民投票をめぐって国民民主党は今日政党によるスポット CM の禁止を柱とする国民投票法改正案を国会に提出しました政党の資金力の差によって投票結果が左右されることを防ぐ狙いです改正案は企業や団体に対しても国民投票運動に支出できる上限を 5億円に規制します国民民主党は与党などがすでに提出している改正案と合わせて衆議院憲法審査会で審議するように与野党各党に求める方針です。